YouTuber 第1期生オーディション、賞金総額100万円おはころ Tuber オーディション、賞金総額100万円わしらがな、参考にならない動画を作ってみて。だからさ、それダメだって。デンジャラス爺さん作者の曽山和俊です。爺さんじゃー、孫です。今回は今流行りのゲーム実況をやってみようと思うぞ。おお、今日やってもらうゲームはこちら。おお、なんと2004年発売の、うん、プレイポエムス絶体絶命デンジャラス爺さんのミニゲームのゲームだ。ミニゲームのゲームやっちゃう。懐かしいよこのゲームは。2004年だって。2004年で14年前か。14年前だね。14年前。わしがまだ髪の毛がふさふさしておった頃かの。いやいやいや。爺さんはもう成人式の時からその髪型だから。あ、そうか。このゲームはね、結構特殊なゲームで、なんかもうゲーム機自体が爺さんの形になってるんだよね。あ、なんとわしの形。今日はね、このゲームを使って対戦してもらおうと思います。おっしゃー、目にも伸びしちゃうじゃん。僕と爺さんの2人で対戦します。おっしゃー、望むところじゃ。わかりました。じゃあ、俺が実況するね。いいかな。よし、それじゃ、ゲームスタート。イエーイ。いや、最初はわしから行くか。おお、行って行って。わしがお手本を見せてるから。これはどうなの？ちょっと画面見ろ、うん、注意な、ゲームをするだけ部屋を開かない。ああ、終わっちゃった。じゃあ、とりあえず、ちょっと、よいしょ。一人で遊んだ。一人で遊んだ。ちょっと、ちょっと、二人いるよ、こっち。この画面にもうまい下手がある。おじいちゃん頑張ってよ。この上の落ちる。はい、一旦元気。7番手、ランダムに選ばれた7つのゲームで対戦じゃ。ライバルか。ああ、もうちょっと説明。説明しよう。最強さんに叩かれないでショットで弾を当てるのじゃ。お、弾を打ったかな。怖いよ、最強さんだろ。いっぱい当てた人が勝ちじゃん。なんでシンプルな曲だよ。よし、凡戦じゃないか、凡戦。次のゲームは左右に動いて UFO から逃げ切るのじゃ。おお、ひたすら避けて生き残った方が勝ちじゃ。今勝利条件って勝利んじって呼ぶと。ちょっと違ったね。左右に動いて UFO から逃げ切る。おじいちゃん、それさっき言ったよ。もう淡々と次のゲームに。3つ目のゲームだよ。時間ぴったりワンコを食べる。うん、ワンコ、うん、1秒違いで、ああ、もういい。ワンコそばをいっぱい食べた人が勝ちじゃ。おお、なるほど。8秒たったら食べる。待てよ。
頑張ってよ。すごいね、クラム先生。クラム、クラム、クラム、え、俺やるの？誰お前、こんなお前、できねえわ。準備できたよ。あとは頼むぞ、わしの分までな。頑張る。一番大きいサイコロのみを素早くぶつけて、サイコロの目をだよ、サイコロの目を。正しいサイコロをいっぱい選んだ人が勝ちじゃ。おおおお、よっしゃ、スタートじゃ。スタート。コツが頭が伸びてる。横に削ってきなさい。あ、分かった。あ、大体分かったぞ、これ。これおじいちゃんとこれダメなんじゃない？
ゃんだ。どれが決定ボタンか分かんないよ。上のボタンが決定で右と左に選ぶんじゃないかこれは。でもね、俺今それやってるんだけどマイナスになっちゃうもんね。これどういうことか分かんないよ。早すぎるよ。すげえテンポだなお前。結構え14年前からこんなテンポだったかお前このゲームよ。おかしいなこれ。結構難しかったよね。結局これ誰がどう勝ったってことでいいのかね。クーピーが、うん、総合的に見て勝利となったから小山先生かな。でも僕は途中でじいさんに変わったからそうだ入れ替わってるからめね。ちょうどみんなこう引き分けっていうことでどうかの。そうだね楽しかったしね、うんうん、みんな平和ってことで、うん、よかったよかった、うんうん、じゃあ今日はこれで終わりにするか。寿司食ってくなんか言うことあったような気がする。言うことあった。そうだよ大事なこと忘れてるよ、うん、思い出すぞ。ゲーム実況やってる場合じゃなかった、うん、おはころチューバーのオーディションの告知。おはころオーディションは9月15日まで募集しているので、うん、みんな動画をどんどん募集してください、応募してね、この動画はな朝昼晩、真夜中、食前食後、クソする前に必ず見るんじゃん。おじいちゃん最後のはちょっとダメだ。あそうかダメだよ。もう一回もう一回、だから見ろ。みんなチャンネル登録よろしくね。おすすめ動画はこちらになります。